はい、それではイントロ部分の解説をしていきます。まずは3弦の7フレット、2弦の6フレット、4弦の7フレット、3弦の5フレット、次は3弦の7フレット、2弦の6フレット、4弦の7フレット、3弦の4フレット、3弦の7フレット、2弦の5フレット、6フレット、5フレット、6フレット、8フレット、1弦の5フレット、それでは通して弾いてみます。